ポリデシです。今日はですね、なんと、もうすぐ、2月の18日と19日に大阪にてチャンピオンズリーグが始まります。はい。それで今回ですね、チャンピオンズリーグの簡単な概要と、デッキシートというもののね、説明というのをね、今日やっていこうと思っております。はい。こちら、トレーナーズウェブサイトにアクセスしまして、ピックアップですね、チャンピオンズリーグ2017大阪のところをクリックしてください。するとね、チャンピオンズリーグ2017大阪会場の概要が書いてあります。はい。今回の会場はですね、前回1月にありましたウェルカムフェスタとは違いまして、ガチバトルです。はい。このね、大会の結果が日本チャンピオン決定戦カッコ仮にですね、影響があると。はい。はい。チャンピオンシップポイントというものがございまして、今回からはですね、大会に上位入賞するとチャンピオンシップポイントがもらえます。はい。で、今回ですね、オープンリーグの予選がですね、スイスラウンドという名前になりまして、まあ、スイスドロ方式になりました。さらに1マッチ2ゲーム選手制。はい。なので、かつ制限時間が50分というふうになりましたので、今までのですね、去年のような連続勝利数を競うっていうバトルからは一変しまして、制限時間以内に相手を倒すと、そういうふうなゲームになっていくという形で、まあ、よりね、実力が高い人が上に上がりやすい。運よりも実力っていう形でシフトしております。はい。2ゲーム選手によって勝利が決まりますので、たまたまね、山札からサポートが全然引けないとか、ポケモン GX が4匹ぐらい再度落ちしたとかね、そういうちょっとした事故のような状況によって負けるという貴重な1回戦を負けてしまうっていうね、ところをね、防ぐという意味でも、まあ、この2ゲーム選手という方式は結構実力が高い人にね、有利な勝負かなと思っておりますので、皆さんね、ぜひそこの練習もしてみてください。シニアとジュニアにつきましては従来通りの形式でやっていきます。オープンリーグの方は、事前応募制になりまして、もう決まったメンバーだけでがっちりやるっていう一方で、ジュニアリーグ、シニアリーグにつきましては当日参加でも飛び入り OK な、バトルになってますので、その代わり、まあ、少しスイスドローじゃなくて従来の連勝をしたら上に上がれるよっていう方式でやってもらうという形になってますね。はい。で、そういう方式で、まあ、いろいろバトルが繰り広げられていくんですけれど、他にもですね、2月18日1日目にワンデーバトルがあります。そして、2日目につきましてはウェルカムバトルと本気を出すバトル2というバトルがございます。はい。本気を出すバトル2の方はですね、前回の、ウェルカムフェスタの時のバトルと少し違いまして、優勝者は決めないというカジュアルな大会になってますのでね、皆さんぜひこちらも、参加してみてください。今日はですね、ここに続きましてデッキシートというものですね、説明を一緒にしていければと思っております。はい。このメニューの方行きまして、ルール、ここを押してください。ルールを押すとルールがバーって書いてあるんですけれど、ここにですね、デッキシートという項目があります。はい。 PDF と Excel という風に形式を選べるんですけれど、どっちでも OK です。はい。これクリックするとこんな感じでデッキシートがですね、バーっと書いてあります。はい。で、デッキシートとは何ぞやと言いますと、これはですね、皆さんにご記入をいただくものです。これはですね、オープンリーグの皆さんには絶対に書いてもらう必要があるものですね。はい。そしてシニアリーグとジュニアリーグの方に関しましては、クライマックスステージまで進出した方には書いてもらうというものになっておりますね。はい。これ結構大事でして、ここに書いてある内容と実際のデッキがですね、合致しない場合、まあ、記入ミスも含めてそういう場合ですね、ペナルティが発生する場合がございます。はい。まあ、どういうペナルティかというのはちょっと今はこの場では申し上げられないんですけれども、なのでこのね、枚数がちゃんと合ってるかですとか、名前が間違ったカード書いてないかっていうところね、
そこをちゃんとしっかり見直して書いてください。で、書き方もですね、ちゃんとよく間違えてしまう方もいらっしゃいますので、ちょっとここ気をつけてほしいんですけれど、ちょっと Excel 版を開きますね。はい、ここちょっと間違いないでほしいんですけれど、このエキスパンションっていう部分ですね、エキスパンションっていう部分には XY3 とか SM1 とかね、そういうのが入ってきます。これはね、カードの下に書いてあるマークを基本的には入れてくださいというイメージになってます。はい、で、コレクションナンバーというのも同じくカードに書いてある番号です。はい、これも右下の番号を書いてください。たまにね、図鑑番号を書く方もいらっしゃいますけれど、こちらはね、右カードの右下にあるコレクションナンバーを書いてください。あと枚数を書くという感じですかね。はい、ここでちょっと今回から変わったことがございまして、はい、例えばその、シェイミー X の場合、例えばですね、XY6 エメラルドブレイクのシェイミー X を通常のものと、スーパーレアのものを1枚ずつ入っていて、さらにプレミアムチャンピオンパックのシェイミー X が入っているという場合、同じシェイミー X なのにこう3行書かなきゃいけないというふうになってましたけれども、今回からはですね、そこをね、まとめてしまっても OK です。はい、実際には、ダブルレアとスーパーレアとか分かれていたり、段が違う場合もですね、まとめてシェイミー XXY6 とだけね、書けば OK です。はい、はい、デッキシートにつきましては、オープンリーグの方はですね、事前に記入していただくので、Excel で自動的に、Excel で書いていって、最後象形が自動計算されますので、それを、印刷しても OK ですし、逆に PDF とかでね、 PDF とかで印刷したものに手書きでも大丈夫です。はい、で、シニアリーグやジュニアリーグの方もね、クライマックスステージに上がれる自信がある方はね、事前にダウンロードして書いて持ってきても OK ですし、クライマックスステージ上がることが決まってから当日会場でね、これと同じものを配りますので、そちらに書いていただいても OK です。はい、以上デッキシートの説明でした。ちなみに今回ですね、2月18日または2月19日にですね、こちらのポケモンカードチャンネルで生放送を実施する予定です。はい、詳しくは後日公開予定ですので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは